伝説の始まり n ーアンダーライン愛が切り開くアイドルの新たな可能性彼らの挑戦に密着 n ーアンダーライン愛神宮寺詩プロデュース曲 INZMMV が2500万回再生突破オフショットも話題沸騰中 n ーアンダーライン愛は日本のエンターテインメント業界において独自の位置を確立しつつあるアイドルグループであり その成長と変化は多くのファンに希望と期待をもたらしている。元、キング・プリンスのメンバーである平野翔、神宮寺雄太、岸優太が新たな挑戦として結成したこのユニットは、彼らの個々の才能を最大限に生かしつつ、かつてのグループとは一線を画す新たな音楽性とビジュアルを打ち出している。その象徴となるのが、神宮寺がプロデュースした新曲、INZM であり、 この曲は彼らがいかにして過去の成功に甘んじることなく、新たな高みを目指しているかを物語っている。INZM のミュージックビデオは、そのビジュアルとストーリーテリングでファンの心をわしづかみにした。公開後、2500万回以上の再生回数を記録し、SNS 上では、かっこよすぎる、これは新たな名曲だ、といった称賛の声が相次いだ。特に、彼らが自らのインスタグラムで公開したオフショットは、 ファンにとってはかいま見える一瞬の喜びであり、彼らの人間性や努力の一端を感じることができる貴重な瞬間となっている。平野のサングラス姿や中華料理天風のセットでの撮影シーン、騎士のゲームコントローラーを手にした姿、そして神宮寺がバイクに乗っているシーンや、表王を頭に乗せてリラックスしている姿など、これらのシーンは彼らの多面性を表現しており、ファンの間で大きな話題となった。彼らの音楽的進化は、 単に新しい音楽を作り出すだけでなく、過去の自分たちを乗り越え、新しい自己表現を模索する過程である。彼らは、キング・プリンスとしての成功を後ろに置き、新たなスタイルやサウンドに挑戦し続けている。これは単なるアイドルの進化ではなく、アーティストとしての自己探求でもある。彼らの音楽には、その過程で生まれる葛藤や喜び、そしてそれを乗り越えるための強い意志が反映されており、 ファンにとってはその姿勢が非常に魅力的に映っている。このような挑戦は、当然ながら簡単ではない。彼らはアイドルとしての華やかなキャリアを持ちながらも、新たな領域に踏み込む際には、再びゼロからのスタートを余儀なくされる。しかし、彼らはそれを恐れることなく、むしろその困難を楽しんでいるように見える。ファンの反応は、の努力に対する最大の報酬であり、 彼らがどれだけファンの期待に依頼ようとしているかが感じられる。ファンもまた、その過程を理解し、共に歩んでいこうとする姿勢を見せており、彼らの関係性は非常に強固なものとなっている。3人は8月20日から24日にかけ、自身のインスタグラムを更新し、オフショットを公開。平野は21日、INZM 撮影オフショットパート1とつづり、サングラス姿や、 中華料理店風のセットにいる3人を披露。騎士は23日、INZMMV オフショ祭りと撮影中の姿や、ゲームのコントローラーを持った自身の写真を公開。ア宮寺はオフショットを大量に公開しており、20日は、中毒性ヤバイ ZM とつづり、バイクに乗った姿や、24日には、この3人で座る王座。冷やし中と氷の脳で頭を冷やすオフ感満載な撮影の裏側を披露している。 これらの投稿に、ファン、ILYZ からは、ナンバーアンダーライン愛かっこよすぎ ZM、やばいくらいかわいい ZM、熱そう、冷やしながらの撮影お疲れ様でした。大変だっただろう、撮影も何でも楽しそうに見えちゃう、3人ともどんな場面も絵になりますね、など、多くの反響が寄せられている。さらに、ナンバーアンダーライン愛が国内外で活躍する姿は、日本のエンターテインメント業界にとっても大きな意味を持つ。 彼らは2024年4月にアメリカのカリフォルニア州で開催された世界最大級の音楽フェス、コーチェラに出演し、初の海外公演を成功させた。これは彼らが日本国内だけでなく、世界的な舞台でも認められる存在であることを示すものだ。彼らのパフォーマンスは日本国内のフェスでも高く評価されており、まさにグローバルに通用するアーティストとしての地位を確立しつつある。このような成功の裏には、 彼らの並外れた努力とストイックな姿勢がある。毎日が練習と自己研鑽の連続であり、彼らはその一瞬一瞬を大切にしながら成長している。MV 撮影やライブパフォーマンスにおいても、手を抜くことなく、常に最高のクオリティを追求している姿勢は、彼らがどれだけこの仕事に真剣に取り組んでいるかを物語っている。ファンはその努力を目の当たりにし、ますます彼らを応援したくなるのだ。ファンの一人は、 ナンバーアンダーライン愛のファン活動を人生初の推し活として楽しんでいると語っている。彼女にとって、X、旧ツイッターやインスタグラムでの情報共有は日々の楽しみであり、彼らがどのように次のステージに進むのかを期待しながら待つことが喜びとなっている。また、彼女は彼らを悲しませるようなファンにはなりたくない。彼らが誇れるファンでありたいとも述べており、ファンとしての責任感と愛情が伝わってくる。 このようなファンとの関係性が、ナンバーアンダーライン愛の成功をさらに後押ししている。また、彼らのファンは彼らの挑戦を温かく見守り、応援している。あるファンは、神宮寺がプロデュースした、INZM の MV を、映画を見ているようだ、と評し、そのストーリー性やビジュアルに感銘を受けたと述べている。さらに、歌詞に込められた彼らの強い思いがファンの心に響いているという。 こうしたフィードバックは、彼らにとって非常に励みになるものであり、これからの活動へのモチベーションにもなっているだろう。ナンバーアンダーライン愛は、ただ音楽を作り出すだけでなく、その音楽を通じてファンと深い絆を築いている。彼らの楽曲は、ファンにとって単なるエンターテインメントではなく、彼らの人生に寄り添う存在となっている。彼らの音楽を聴くことで、日々のストレスや疲れを癒し、 また新た新な活力を得るることとができいいうファンの声も多い彼らが提供する音楽や映像コンテンツは、そのクオリティの高さだけでなく、彼ら自身の人間味や温かさが感じられるものであり、それがファンを引きつける最大の要因となっている。そして、彼らの活動は今後さらに広がりを見せるだろう。9月には待望の降るアルバムが発売される予定であり、その中には新曲だけでなく、 これまでの彼らの成長を感じさせる楽曲も収録される予定だ。ファンはそのリリースを心待ちにしており、アルバムがどのような内容になるのか、大いに期待している。さらに、彼らのツアーも大きな話題となっている。全員がツアーに申し込み、彼らのパフォーマンスを生で見ることを楽しみにしているファンも多い。彼らのライブは、単なる音楽の披露の場ではなく、ファンと彼らが一体となる特別な空間であり、 その場でしか感じられが彼らのツアーが人気を集める理由であり、チケットが即完売するほどの熱狂を生んでいる。最後に、ナンバーアンダーライン愛の成功は彼らの努力だけでなく、ファンの支えがあってこそのものである。彼らはファンの期待に応えるために日々努力を重ねており、その姿勢がファンの心を捉えている。彼らの音楽やパフォーマンスは、これからも進化し続けるだろう。 そして、その進化を見守り、応援するファンとの絆は、ますます強固なものとなっていくに違いない。今後も彼らの活動から目が離せない。ナンバーアンダーライン愛は、過去の栄光に甘んじることなく、新たな挑戦を続けている。その姿勢こそが、彼らを唯一無二の存在たらしめているのであり、ファンにと。でも彼らの成長を共に見守ることができるというのは、大きな喜びである。 これからも、彼らの音楽が多くの人々に感動を与え、希望をもたらすことを期待してやまない。ナンバーアンダーライン愛の未来は明るく、その輝きはさらに増していくだろう。ファンと共に歩むその道は、まさに新たな伝説の始まりを告げている。